僕はこの思考が現実化するという本をおすすめしています。まあ、おすすめする理由としては、ただ本を読むだけではなくて実際に本と対話をするということをこの本は重要視していて、まあ、本を読む中で気になった言葉とか、その時自分がこうグンときたような言葉をどん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 線を引いていって、その線を引いたところから何かこうこういうところが変わりそうだなとか、こういうところをこれから意識したいなっていうものをどん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 こう空いてるところに書くっていう本の読み方になってまして、まあ、特にこうマニュアルみたいなのがあって、まあ、これから私が妥当と思うテクニック、アイデア、またはノウハウみたいなのがあって、それをこうどん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 書き込んでいって、まあ、自分オリジナルの攻略本みたいなの風にしていく本で、まあ、今すごくこう現在読み進めている最中なんですけれども、そこがすごく僕のおすすめの本のポイントになっております。